んにちは。始まりました、川西美希です。今回はこちら、久しぶりにアットコスメ東京に行ってコスメとかスキンケアを大量買いしたのでレビューしたいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということでまず一つ目、こちらディオールの購入品なんてすごい久しぶりなんだけど、ディオールスキンルージュブラッシュ。一つ目は人気すぎてネットだと全然手に入らないピンクでゴールドラメが入っている212番、これがダントツで一番人気だそうです。去年すごくバズったチークとすごい可愛いなって思った343番カラーの違いはこんな感じ。バズった212は青みピンクで、343はオレンジベージュ磨かったカラーで、ブラシは平筆だけど斜めカットで、212と343手に塗ってみるとこのようなカラー。212はいろんなカラーのラメが入っているので、肌荒れとか毛穴が気にならない方だとすごく使いやすく立体感が出るチークかな。そして343はマットなんだけどちょいパールが入ってますね。でもパール感気にならないので、こちらは毛穴とかが気になる方でも使いやすそう。じゃあまずバズった212から。パールが入ってるチーク、毛穴とか肌荒れの凹凸が目立っちゃうからあんまり使ってこなかったんだけど、あまりにもバズっていすぎてずっと欲しいなって思ってて、やっとゲットできました。つけてみると、おー、やっぱパールが目立つから肌荒れちょっと目立っちゃうけど、色味がすごい可愛いね。青みピンクだから結構使いにくいのかなって思ったんだけど、意外と大人でも使いやすいピンク。しっかりと重ねると若めのピンクになるけど、そんなに重ねずふんわりとのせれば割と大人でも使いやすいかも。個人的に青みピンクは付属のブラシじゃなくってちょっと丸めのブラシで取って、で黒目の下にポンポンポンと丸く入れてあげるのが一番可愛い気がする。ピンクだけど大人っぽく塗りたいっていう人は横長でちょっと上に上げてこんな感じでつけてもいいと思うんですけど、これの可愛さを発揮させるには黒目下小指1本分で鼻横1本分ぐらいをポンポンポンと丸く塗ってあげるのが可愛らしく仕上がるのかなと思います。でもう一つの343は塗ってみると、うん、かわいい。ピンクっぽさはあるんだけど、少し白みとオレンジみがかってる感じ。あ、かわいいですね、これも。こっちは個人的に丸く塗るよりも、三角目に塗ってあげると可愛いかなと思った。顔の印象ってメイク全体そうだけど、特にチークガラッと変わったりするから、色味や気分で変えてあげるのがいいですね。343はこんな感じ。結構似てるけど、青みピンク、オレピン、こんな感じかな。個人的にラメなしで日常使いしやすい343がすごくお気に入りで両方合わせてみました。で、34ラメなしなんだけどちょいパール入ってるかなぐらい、でもほぼマットで気にならないぐらいなのですごく使いやすいと思います。はい、そしたら次、こちらディオールのディオールショーアイコニックオーバーカール090のブラック。ブラシが結構大きくて少しカールしているタイプで、カラーは漆黒で繊維は入っていないです。で、ディオールのマスカラ使ったことないからちょっと試してみようって思って、ウォータープルーフとお湯落ち2種類あってどっちがいいですかって聞いて、最近はこっちの方が売れてますって店員さんが言ってたから買ってみたんだけど、実際塗ってみると細いまつげを作るには結構綺麗に仕上がるかなって思ったんだけど、がっつり何度も重ね塗りしてしっかりとしたまつげを作ろうと思うとちょっとダマ感が出ちゃうマスカラかなって思った。手に塗った時もね、ほんの少しだけボソボソ感があるんですよ。で、このボソボソ感が乾くとそれがちょっと目立って、重ねてくたびにそのボソボソがちょっと大きくなっちゃうから、繊細なマツエク系のまつげ作る方にはおすすめだけど、ボリューム欲しいなっていう方はその後ホットビューラーとかで調整して綺麗にした方がいいかも。で、ブラシ大きめでちょっと先に液が溜まるんですよ。なので下まつげ塗るときはこれがベチョってつかないように液を調整してから下まつげ塗った方がいいかもですね。こうやってつけちゃうとベチョってなっちゃうから、横にして塗るとブラシが大きい割に普通に塗れますね。根元しっかり塗れるっていうよりは全体ふんわりと塗れる感じかな。うん、立てるとねピチョーンってついちゃうから、それだけ注意ですね。で、液は割と速乾タイプなので、まばたきとかしてまぶたにつくっていうのは少なそう。で、重ね付けしているとこんな感じのまつげになります。割とパッチリしてくれて、まつエクみたいなふさっと感はあるんだけど、少しダマは気になるかな。でも一度塗りだとこんな感じのふんわり繊細まつげができる。
あと塗り方としてはギザギザってしちゃうとちょっとダマができやすいんですよ。まっすぐスーッとゆっくり伸ばしてつけると結構綺麗なまつげが仕上がります。このマスカラ使う時のポイントはダマにならないように早くつけつつ横にゴシゴシしすぎないこと。乾いてもなお重ね付けしてるとちょっとダマができやすくなっちゃうから、そこだけ気をつければこんな感じで綺麗なまつげができるかな。でダマになったからコウモとかで整えるんだけど、ダマあるとこ取ろうかなって思うと結構まつげとまつげがくっつきやすいんですよ。なのでピンセットとかで束感まつげは作りやすいけど、液自体が少し粘着質というかねちょっとした感じなので、束感まつげ好きな人ならいいけど、束苦手な人だとちょっと扱いは難しいかもです。マスカラ仕上がりはこんな感じ。はい、そしたら次、これは以前アットコスメ東京で買い物する動画を撮ったんだけど、その時にも買ったし使い切り動画でも紹介したやつで、今回はコラボ動画ということで新しいのを提供していただいたんですけど、こちらタカミのタカミスキンピール、税込みで5500円。新しいスキンケアを使う時って肌に合うか不安だなって思う方多いと思うんですけど、このスキンピールは個人的に肌負担がないからすごい使いやすかった。でこれ使い切り動画で正直1本使ってみて大きな変化はないって言ったんだけど、今なんだかんだでちょっと1本目の空き瓶を捨てちゃったんですけど、2、3本目これ使い切ってて、で今4本目をこのぐらい使ってます。でそろそろストック買わなきゃなって思ってたところでこちらを提供していただきました。めっちゃ嬉しい。でこのスキンピール、私もそうだったんだけど、ちょっと勘違いしてる方多いんじゃないかと思うんだけど、名前にピールってついてるから勝手に優しめのピーリングだと思ってたんだけど、これがね違うらしくて、私的に角質ケアってなんとなく剥がすようなちょっと肌に負担があるようなイメージだったんだけど、タカミは肌の生まれ変わりのリズムに着目していて、このスキンピールは独自の優しい感触の処方で角質に潤いを与えてくれる角質美容水なので、肌当たりも柔らかくて、あ今ちょっと肌敏感かなっていう時でもすごく使いやすかったのがこれのいいところかな。で個人的には1本目で大きな変化はなかったって言ったんだけど、肌が生まれ変わる周期ターンオーバーは28日周期なので、1日や2日で肌が生まれ変わることってないから、あだから1本目だけですぐ大きな変化が現れなかったんだって、あそういうことかって結構理解した。でこれってすごく絶賛されてる商品だと思ったから使い切り動画でも私言ったんだけど、1本目使ってすごく大きな変化なかったけど、これだけみんながいいって言ってるものだからちょっと悔しいからもうちょっと使ってみようって思った 2,3 本目で、あなんかちょっと肌の波がなくなったかなっていう風には感じたかも。でこれは洗顔後化粧水前に使うアイテムなんだけど、スキンピールつけた後に普段の化粧水とかいつものスキンケアにプラスワンするアイテムです。でテクスチャーもねすごいサラッとしてるから、普段使ってるスキンケアと合わせても全然邪魔しないから、超絶めんどくさがりでスキンケアこだわり強い私でも続けられた商品です。それでは実際に使っていきます。今洗顔したての顔なんですけど、洗顔後最初にこれをつけます。スポイトに入ってるラインまでが1回分として使用します。手に取るんだけど見てて、すごいシャバシャバのね水みたいな液なんですよ。でこれがサラッとしたテクスチャーで肌にスンッと入る感じで、これをつける時のポイントが手に馴染ませて温めてから顔の中心から外側につけていきます。で全体を優しく包み込むように肌に入れって思いながらつける。でさっきのラインまで普段は全顔つけてから、鼻のごわつきとかあったらさらにプラスで手につけてちょっと温めてからさらに重ねてつけてます。でこれで完成かと思いきや、この後が結構重要で、全顔なじませたら3分置きます。このなじませるっていうのが結構ポイントらしくて、角質層の隅々までに浸透させるための時間らしい。で私はこれ洗面所に置いてあるから、お風呂出て着替える前にこれをつけてスキンケアするまでの乾燥防ぎ的な感じでも使ってて、それがね化粧水早く塗らなきゃっていう焦りとかもなくなって結構助かってる。で3分待ったら普段のスキンケアをするだけです。でこれは年齢肌タイプ問わず使えるらしく、結構私敏感肌の方でそんな私でも使えたのが嬉しかった。で正直言うとね即効性があるっていうわけではないから、コツコツと使い続けるっていうのがポイントではあるんだけど、もう3本使い切って
って洗顔後お風呂出た後はこれをつけるっていうのが結構当たり前になってきたから、これがないとちょっと不安になるというか、スキンケアのお守り的な感じになってます。で、2本目使い切った後かな、買うまでに一時期使わなかった時期があったんだけど、使うのやめてしばらくすると、あ、なんかちょっと違うかもしれないみたいな、あ、やっぱりスキンピール使おうって戻ってくる感じ。即効性はないんだけど、使わなかったらちょっと不安になるような不思議なスキンケアですね。で、このタカミのスキンピール、なんとアットコスメのベストコスメアワードで2023年殿堂入りしたそうです。で、これ聞いて私思ったんだけど、逆にすごい人気な商品だから、もうとっくに殿堂入りしてると思ってました。で、タカミといえばこのスキンピールが人気だけど、他にもね、気になってた商品がいくつかあったので、いろいろいただいて試した中で特に良かったなって思ったものを紹介したいと思います。これもアットコスメで買えるんだけど、これすごい良かった。こちらタカミエッセンス PY プラス P、 これは乾燥とかハリ不足が気になるっていう方におすすめらしく、ハリ感のある肌に導いてくれる成分が入っているのと、あとツヤのある健康的な肌に整えてくれるビタミン P が入っているそうです。あんまりビタミン P とかこのピクノジェノールっていう成分使ったことなかったんだけど、これもスポイトに線が入ってて、液はちょっと濃いめのオレンジで、つけてみるととろーりとしているんだけど、さらーっと伸びてくれて結構みずみずしいです。で、ベタつきとか一切なくってすごい使いやすいんだけど、最近化粧水の後にこれ使ってるんだけど、朝起きた時に肌の調子が、あ、いいなっていうのと、ちょっとツヤ感が増した感じになるの。これ最近使った美容液の中で一番タイプでした。で、時間が経つとちょっとしっとりしてくれて、保湿性を謳ってるものではないんだけど、普段のスキンケアにプラスこれを入れただけで、ちょっと肌が潤ってる感というか、保湿効果がプラスされたなって思った。これすごい良かったです。で、あともう一つ、こちらタカミスキンピールマスクで、これはね、アットコスメには売ってなくって、タカミ公式 EC で販売しているものなんだけど、このパックもすごい使いやすくて良かったです。で、これはこのスキンピールの約2分の1本分 15ml を贅沢に染み込ませたシートマスクで、週6日スキンピールと週1日こっちのスキンピールマスクをスペシャルケアで使うといいよっていうやつですね。なので、普通のパックみたいに化粧水の後使うものじゃなくって、タカミスキンピールと同じく化粧水の前にこれを使って、で、その後普段のスキンケアをするよっていう、すごく新しい斬新なパックで、タカミはアットコスメでも購入できるけど、銀座に店舗もあって、スキンケアの方法を教えてくれたり、肌診断とかもできるそうなので、概要欄の URL からぜひチェックしてみてください。はい、そしたら次、こちらコスメデコルテのフローレススキングローライザー、ボーチェとか美容雑誌系で賞を取ってる下地で、わ、気になるなって思って買ってみた。で、手に取ってみると結構柔らかめの下地ですね。伸ばしてみるとかなり伸びが良くて、で、しっかり伸ばすと肌にピタッと密着するような感じのテクスチャーで、やりすぎてないトーンアップ感、顔がすごい赤いからどれだけ補正がかかるか楽しみ。半眼だけ塗ってみるね。うん、伸びがすごい。こう塗ってすぐだと少し油分が多いのかなって思うんだけど、塗って少し置くと肌に馴染んでくれて、ほんの少しだけマット要素もあるというか、ただツヤがあるだけっていう感じではない気がする。で、しっとりした感じはあるんだけど、ペタつきはないです。で、トーンアップ感こんな感じ。ほんのりトーンアップしてくれるから、下地つけると首と色が結構変わっちゃうんだよねっていう感じではないから、すごい使いやすいですね。で、グローライザーっていう名前が入っているんだけど、オイリーな油分だったりラメとかパールをがっつり入れてツヤを出してるっていうよりは、かなり細かめのパールが入っているのが、私みたいに結構よれやすいっていう人でも使いやすい下地だと思った。カバー力がすんごいあるっていうタイプじゃないけど、ほんのり補正してくれて、くすみだったりとかをカバーしてくれる感じかな。で、 SPF20 で PA2+、 そこまで日焼け止めの効果高くないから、 SPF50 とかをこれからの時期は下に塗って、その後この下地を塗った方がいいかなと思った。今後肌の私でもすごい使いやすかったです。そしたら次、これ皆さんも気になってるんじゃないでしょうか。売り切れ売り切れ売り切れで、人気カラーは手に入れられなかったんだけど、発売前からかなり話題のこちら、カネボールージュスターバイブランド V10 番です。で、これ1月19日に全国発売だったんですけど、発売日にゲットしようと思ったんだけど、それでもネットは人気色、私はゲットできませんでした。で、アットコスメにね、人気色ではないんだけど可愛いなって思った色があったので買ってみた。全12色で、その中の2色だけ限定です。で、このリップ手に取ってみると、すんごい薄膜で、発売前からデパコス版リップモンって言われるくらい定着率がすごくいい。で、私がゲットできたのは V10 っていう黄身オレンジ、ベージュオレンジみたいなカラー。それでは塗っていきます。
リップ自体はね、柔らかさあるんだけどとろけるっていう感じではなく、リップモンっぽいんだけど唇に塗るとリップモンより少し厚みがあるかな。でも透明感があってすごく可愛いし塗りやすい。で、直径は大きすぎずちっちゃすぎずだけど、もうちょっとちっちゃかったら口角とか塗りやすいかなって感じ。ちょっと色味は浮いちゃってるかもなんだけど、塗ってみるとこんな感じ。唇へピタッと密着してくれる感じはあるけど、リップモンよりも保湿力が高いのかな。少し厚みがあって唇合わせるとペタッとする感じ。個人的に V10 のカラーは1本で使うっていうよりも、これにピンク重ねるとか何かと混ぜて使う方が可愛いかなって思うんだけど、普通に使い心地いいから人気色もちょっと欲しいなって思うんだけど、金額が4620円、さっきの下地4950円なんだけど、これとほぼ同等ということで、リップにしてはやっぱり高いかなって思うから、すごい好きなカラーがあったらこれ欲しいかなって思うけど、正直個人的にはだよ、リップモンでいいかなって思った。で、色残り手についたのティッシュで取ってみるとこんな感じ。あ、取れますね。口についたもの取ってみると結構取れるね。ラスティングルージュではあるけど、ロングではないってことなのかな。あと塗って5分以内っていうのもあるからか、普通に取れるっていうのと、ティントではないからこれは違うかもなんだけど、リップの塗料とかって赤系の方が唇に残りやすくて、ベージュとか黄みがかった方がちょっと落ちやすいっていうのがあるから、割と残ってないのかもしれないんだけど、個人的には想像していたものを超えなかったかな。でも 1,2,8 番とかが私は好きな色だったので、在庫入ってあったら買ってみたいと思います。そしたら次、これもすごい気になってた商品、こちらイブサンローランラディアントタッチグローパクト BR20番、9900円。サナちゃんが持っててすごく可愛かったからゲットしてみました。で、イブサンローランのクッションファンデ、私買うの初めてなんだけど、種類が2つあって、私が買ったのは圧倒的なツヤと潤いを叶えるっていうクッションで、中メッシュタイプになってて、メッシュの目がすごい細かいから、ポンってつけてもあんまりつかないんですよ。へー、あ、すごい。メッシュタイプってドサーっとついちゃうことがあるけど、必要な量だけうっすらついてくれる感じで、手に塗ってみると、わー、ツヤツヤだ。すごいですね。カバー力は重ねるとあるけど、一度塗りだとそこまでカバー力はないかな。で、手で取ってみて塗ってみると、クリームファンデみたいに少しこっくりとしたテクスチャーで、 SPF50 の PA4+ 入ってます。カラーもね、種類あったんですけど、私は BR20 の割と人気色なのかな、これにしました。冬の乾燥が気になる季節だとすごく使いやすいかなって思ったけど、夏とかはツヤ感がすごく多くて、ちょっとクリームっぽいこっくりしたテクスチャーなので、鼻周りはより気になっちゃうのかなって思ったけど、乾燥肌さんとかすごい使いやすいかなと思います。そしたら次、こちらポール&ジョーアイ&フェイスカラー CS132、 これ限定なんだけど、 SNS で発売するって聞いた時からすごい欲しいなって思ってて、中がねすごい可愛いの。こんな感じ、めちゃくちゃ可愛くない？春にぴったりな鮮やかなオレンジと黄色で、アイシャドウとチークに使えるよっていうやつ。結構色味強いのかなって思うんだけど、塗ってみるとほんのりカラーになってて、ちょいパールが入ってる感じかな。で、黄色が結構強いからし色なので、チークとして使う時も割と分量占めてるんだけど、あんまり黄色取らないようにオレンジ取って、で、その上に黄色ちょんってつけて、手の甲とかでぼかしてからちょんちょんってつけてあげるといいかも。色味は想像よりは出ないけど、割としっかりめに出てくれますね。今重ねてつけたけど、それでもオレンジカラーかわいい。このぐらいのカラー夏とか使いたくなるから、ちょっと先取りで使うのいいね。で、パールは入ってるけど、黄色つけすぎなかったらそこまで目立つことないので、割と使いやすいかなと思います。夏絶対活躍してくれる、かわいい。そしたら次、これも気になってた商品、こちらマキアージュドラマティックエッセンスルージュ、私は OR301 を買いました。これ手に取ってみると、一度塗りだとかなり薄付きで、重ねて塗ると徐々に色が出る感じ。え、この薄付き感がねすごい綺麗なのと、これも落ちにくいですよっていうタイプで、8時間仕上がり持続っていう風に書いてありますね。すごい。マキアージュってさ、私の中で金額感があまりわからないんだけど、意外と高くて1本3300円でもね、色味が超絶可愛いんですよ。今ついてるリップ取って実際塗ってみると、わー、塗り心地めちゃくちゃいい。スルスル塗れるし、厚ぼったさが全くなくて均一に塗れる。そして色味も激かわ。うわ、かわいい。これで程よくツヤ感もありますね。でもスルスル感で言うとこっちの方がリップモンに似てる気がする。わ、いいね。これ他の色も買えばよかった。めっちゃかわいい。え、
これいいですよ。で、手についてるものを取ってみるとこんな感じある程度色残りしてくれますね。で、こすってみるとこすると普通に取れるかなっていう感じかな。いや、でもこの滑らかさと薄膜でしっかり密着しつつ唇合わせても薄膜だからムラになることとかもないし、かなりつけ心地良きで、つけ心地すごい柔らかくてとろけてくれるんだけど柔らかすぎないから塗りやすさ使いやすさすごくいいです。これは他のカラーも絶対買おう。可愛いです。個人的に私が大好きなルナソルのプランプメローリップスの塗り心地に似てると思った。これも落ちにくいし塗り心地すごく良くて好きなんだよね。でもプランプメローリップスよりももうちょっと薄膜で透明感がある気がする。これ可愛い。そしたら次もリップ、これも気になってたやつですね。こちらリンメルのラスティングフィニッシュクリーミーモイストリップスティック006と007。ここからはプチプラかな。リンメルってね結構いい商品多いんですよ。このリップもすごい可愛くて、実際006手に塗ってみると透け感があるカラーで重ね塗りするとしっかり色出るよっていう商品で、007はこんなカラー。使いやすそう。これもすごく滑らかな使い心地で唇にフィットしてくれるっていうのが特徴で、006は人気色で007番は迷ったらこれって公式に書いてあった。じゃあ人気色の006番塗ってみると、わー薄膜で塗りやすい。すごい薄膜でもしっかりと色出てくれますね。いやー1000円台でこのつけ心地は嬉しいよ。はい、つけてみるとこんな感じ。かわいい。てか密着力すごい。一定に綺麗に密着してくれる。で、さっき紹介した2つよりほんの少しだけ直径が小さいから口角とか山とかも少し塗りやすい。いや、これ他のカラーというか全色集めたいですね。で、手についたやつ取ってみると押しただけだとこんな感じ。割と色残ってるかも。で、こすってみるとこれも消えるんだけど、まあ赤系だからっていうのもあるのかもしれないけど、さっきの2本よりも割と色残りはいい気がする。いや、リンメルこのシリーズじゃないリップもすごい可愛いのあって、そっちも好きなんですよね。今年はリンメル注目していこう。可愛いです。そしたら次、これスウォッチしてめちゃくちゃ可愛かったから買ってみた。こちら U ピンクのグローアップコントアパレットの01と02。 U ピンクは柏木由紀さんがプロデュースしてるブランドなんだけど、アイシャドウだと思って買ったんだけどコントアパレットなんですね。01がブルーム向きのピンクとグレージュっぽいカラーで、02がイエベ向きの白っぽいパールと黄みがかったブラウンで、このパールラメの方がすごい可愛くて手に取るとしっかりついてくれて、塗ってみるとめちゃくちゃ綺麗なツヤ感なの。これ店頭で手に取った時に粉を触っただけでうわ好きだこのテクスチャーって思ったぐらい柔らかい粉質でしっとりとしつつ綺麗なツヤを出してくれる。実際にちょっと塗ってみますね。目頭結構強いのよ。しっかりツヤ感出してくれるのにギラギラしてない、繊細だけどしっかり強調してくれるツヤ。最近使ったハイライトの中で一番好きかも。で、色味01と02並べてみるとこのような感じ。ハイライトはどっちも肌なじみすごく良くて、シェーディングも色味が絶妙ですね。使いやすそうなから、個人的にシェーディングとハイライトがここまでコンパクトで一つになったパレットってあんまりなかったイメージだから新しいなって思ったし、何よりも質つけ心地が良すぎてこれはすぐポーチに入れたいなって思う商品です。で、シェーディングカラーはこの小さい面積に普段使ってるブラシでここの面積ちょちょちょんってやってフェイスラインは使いにくいなって思ったから、小さめのブラシで取って鼻先ノーズシャドウとか人中短縮とか下顎のここに入れたりとか細かい部分をこれで調整して顔の凹凸を作っていくのがすごくいいなって思いました。今回買った中でも1位2位を争うぐらいお気に入りです。めちゃくちゃ使いやすい。で、ハイライトとしても使えるしブラシはついてないけど涙袋このハイライトを入れて細めのブラシで影を取って涙袋の影描くっていう使い方もできるし、アイシャドウのぼかし色物塗ってその上から境目ぼかす感じで塗っても綺麗に仕上がると思います。いや、これ万能なコントアパレットだなって思った。しかも1485円で安いしすごくいい商品でした。そしたら次、こちらピーチシーのシーズナルブレンディングアイパレットの04番。全10色春夏に使えそうなカラーがすごくたくさん入ってて、個人的に上のカラーがすごい使いやすそうだなって思いました。で、全色手に塗ってみるとこのような感じ。マットの部分が韓国コスメでよくあるサラサラでぼかしやすく使いやすい質感。ラメパール感もすごい綺麗。じゃあまず真ん中下ブラシに取ってアイホールに入れていきます。
発色いいですね。これが一番薄いカラーだけど結構しっかり色をのせてくれるから、のせた後に何もついてないブラシで少し境目ぼかした方がいいかも。ちょっとつけすぎるとやりすぎ感出ちゃうかな。ぼかすといい感じで、少し濃いオレンジを目の際に入れていきます。で、濃いめのカラーも際にさらに重ねて入れます。で、濃いめのカラー入れる時のポイントなんだけど、平行二重の人を目頭側に入れると濃くてしつこい印象になっちゃうから、黒目ぐらいから目尻側に入れるといいんだけど、奥二重だったり一重さんは目頭側にしっかりと入れてあげてください。あと目が離れてて遠心顔の人とかもここに結構入れてあげたり、一番最初に入れたベースカラーを内側にしっかりと入れてあげて、この目頭より内側にここが入るようにほんの少し濃いめに入れてあげたりすると少しだけ目がキュッとして見えます。で、ささっと仕上げたい時はこの方法で、時間ある時とかちょっと気分変えたいなっていう時はこのイエロー下まぶたに入れてちょい華やかにしつつ、結構細いブラシでオレンジのラメ取って、さっき入れたとこのもっと際、まつげが生えてるところに足してあげる。グリッター入れる時の感覚かな。黄色だけだと結構飛んじゃうけど、まつげの生え際に入れるとこっちに塗ったアイシャドウと調和が取れて可愛い。このオレンジラメめちゃくちゃ可愛い。ちょっとまぶたにもつけるか。わ、結構しっかり出るんだけど、これ可愛いな。真ん中つけて外側ぼかして、でその上に黄色真ん中つけて、でまたぼかす。結構濃くなるけどこれめっちゃ可愛いな。で、あとは左下のこのカラーを目尻に入れても可愛いですね。はい、アイシャドウはこんな感じ。個人的に10色パレットとかでラメが入っててもちょっとラメ感可愛くないなとか、グリッター強すぎって思うことがあってあんまり使わないことが多いんだけど、このパレットのラメすっごい可愛い。歴代でトップに入るぐらい10色パレットの中だとラメめちゃくちゃ可愛い。個人的に右下のカラー使いにくいのかなって思って今回使わなかったんだけど、塗ってみると全然使いやすそうなカラーで、レッドパープルっぽいようなブラウン、これも色変で使っても可愛いし、すごく使いやすいパレットだった。これは一軍引き出に入れたいと思います。で、このパレットすごい分かりやすかったのが、上の5色だけ使っても仕上がるし、逆に下の5色のみを使っても統一感のある仕上がりになるから、すごく使いやすいパレットだなって思った。そしたら最後、カラバリたくさんあったので3つ買ってみました。こちらピーチシーのチアフルブラッシャー01と0304、これも SNS で見てずっと欲しかったやつ。ベビーピンクっぽいカラーがすごい人気でそれだけ売り切れてたんだけど、こんな感じのカラー、割と珍しいのが真ん中の黄色みたいなカラーを出すとこが少ないから、すごいカラバリ可愛くて3つ買っちゃいました。で、この質はすごくふんわり、ブラシで柔らかくとってもしっかり乗ってくれる感じで、全色手に塗ってみると完全マットで韓国によくあるようなふんわりとしたぼかしやすいチーク。まず03マンゴーフルブラシにとってこっち側だけ塗ってみます。ほんのり発色だからちょっと重ね付けして調整する感じかな。で、このカラーは1個で塗るのも普通に可愛いんだけど、オレンジと混ぜて使ったり、これを塗った後にオレンジ中心に塗ってあげるとかするとすごく可愛いと思う。こんな感じで、もう一つ04のキャロットフルブラシにとってつけると、うわ可愛い、めっちゃ好き。ちょっと高めが似合うね、この色は。03、04はこんな感じ。チークで本当に印象違うね。ちょっと03の中心に04塗ってみるか。黄みが少し柔らかいんだけど、でも夏っぽさのある爽やかな感じのチークになるから、これでさ少し日焼けっぽくここにつけても可愛いと思うし、日常使いはしにくいかもだけど、これに合わせてイエロー系のアイシャドウ使って夏っぽい感じ、オレンジのリップとかしても可愛いですね、きっと。ちょっと04上から塗っちゃったけど、03、04こんな感じで、01番のちょっと白みがかったピンク、可愛らしいから塗ってみると、本当にふんわりでぼかしやすいから失敗しにくいですね。わ、バブミアって可愛い、ほんのり、すごい使いやすい。で、ピンクチーク、前半で紹介した黒目の下丸く入れるのも可愛いんだけど、ちょっと大人のピンクチークの塗り方だと横に流して目尻の下鼻横らへん、ここに少し丸く塗ってで濃い部分を作る、これもすごい可愛い。で、ここが濃くて少し薄いのを内側にしっかりと入れてあげる。ほんのり目の下にも
ピンクカラー塗ってあげるとこっちとはまた違う可愛らしいピンクチークが出来上がります。でも私みたいにここの幅が結構ある人だとこっちに塗っちゃうとここまでが顔ですよって主張しちゃうからちょっと顔は大きく見えがちかな。口元から目尻にかけてのここのラインより内側に塗ることによって少し小顔効果があるから顔の余白気になるなっていう方は内側にチーク入れた方がいいかもですね。はい、ということでアットコスメ購入品紹介しました。いや今回のコスメすごい当たり多かったです。承知して買ったっていうのもあったけど冬発売したもの優秀なものが多いのかもですね。使っててすごい気分が上がるものが多かった。はい、ということで今回紹介したものぜひ皆さんもチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の服はボカニーのニット。ボカニーって質がいいのかな、なんかニットなのに分厚くなくってチクチク全くしなくてすごい着やすい。そして今日のカラコンはミムコのピュレグレージュ、いつもこれですね最近。はい、ということでそれではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。